はい、おはようございます。おはようございます。今日の前澤友作 YouTube チャンネルはですね、定番となってまいりました、愛車紹介でございます。定番ではありません。第1回目ということで、特に、今日気に入りのですね3台をお持ちしまして、1台1台皆さんに紹介していきたいと思います。スーパーカーといえばですね、我々 MG スーパーカーチームというチームを作って運営しておりますので、今日はチームメンバーを参加させていただきたいと思います。じゃあメンバーのお二人どうぞ。はい、お二人とも有名になってまいりました。こちら横溝直樹、現役レーサーです。直樹です。はい、よろしくお願いします。はい、そしてこちら山健。はい、山健です。山健って名前なの？山田健。はい、その山健これも定番になる。前もやってた。よろしくお願いします。山健です。はい、ということで MG スーパーカーというのは、この3人のチームを作ってですね、こういう愛車を時には走らせたり、時にはお子さんたちに見せたり、時にはレースをしたりですね、いろんな使い方で楽しんでいただこうというチームで、本当に車をこよなく愛するチームとなっております。早速愛車紹介行かせてもらいます。はい、まずこちらからね。はい、この虫のような見た目の車ですけれども、イタリアのスーパーカーメーカーパガーニ、皆さんご存知でしょうか？知りませんよね。パガーニというブランドの、これはゾンダという車で、すでにもう製造はしておりません。製造してないのになんであるのってことなんですけど、作ってもらいました。まあ、そういうことで、こう なんていうんですかね、パガーニ車はオーナーの要望に合わせて一台一台こうワンオフっていうんですけど、オーダーメイドで作るようなこともしてくれる、夢のような車を作ってくれるメーカーなんですね。総額おいくらぐらいでした？3億ちょっと。まあ、3億は超えてます。3億です。3.5 億円ぐらいです。はい、そんな言った全部込みで。はい、あ、なんかユーロのね、そうです、ね、あるし、あとはいろいろ改造が重なったので、ね、はい、どんどん値段が上がってたみたいです。当然世界に1台しかないので、うん、この車、あの社名はゾンダなんですけど、その後ろにゾンダ、ゾゾということで、当時僕ゾゾにいましたんで、うん、ゾゾってつけてって言ったらいいですよって言って、ゾンダゾゾってオリジナルネームが実はついてます。ちょっと後で見てみたいんですけど、この低さ、タバコ一箱入るか入らないか。ほとんどのコンビニですります。コンビニ行かないでしょ。ちょっとナンバー見えづらいですけど、あのナンバーも2020になります。まあ、こだわりはこのまず色だよね。うん、色、このエヴァンゲリオンみたいとかってよく言われますけど、結構これ何度も何度も色をサンプルを出してこう確認してってやって、紫ってほらちょっとあの変になっちゃうと派手になりすぎちゃうし、うん、まあ十分派手なんですけど、だから俺の中では品のいい紫が実現できたかなと思います。うん、ちょっと持ってみましょう。熱っ。熱そう。乗るまでに大汗かくから。うわ、もうなんかもうすごいこれ。ハンドルも紫で、ベルトも見て、こう三点ベルトっつって、こういう感じなんですよ。ああ、もうレーサーですね。コンビニ行かないもん。あとね、ポイントこれ、うん、みんなあんま見たことないと思うんですけど、うん、ホイールの上にこのカバーをつけてるの、わざわざ。なんてだ、スパッツっていう。はい、あ、スパッツっていう名前はそうですね、スパッツ。なんか俺が聞いたところ、うん、ここに空気が入ってくると効率が落ちるって感じですね。はい、そうですね、空気の流れをきれいにリア周りに流してあげるためにつけるんですけど、これレーシングカーではつくんですけど、市販車では見たことないです。うん、構造では一切必要のない、うん、機能なんですけど、あんま見たことないよね、このね。そうですね、ホイールにこれがかかってる。はい、そしてね、あ、これもいいね、このテールランプ。はい、ちょっとこっちから撮ってほしいんだけど、こんななってですね、なんつうの、反り上がってます、反り返った、はい、テールランプ、ちょっとダックテールチックな、こんなの多分ね、他の車でないよね。ないです、見たことない、このお尻わかる、エロすぎる、エロいっすね。で、ちょっとこう隠してるのがね、そうですね。で、この反り上がった、すごいっすよ、ほんと、すげえ嬉しそうな顔。反り返った。あとちょっとこれも、さっき
その世界に一台って言いましたけど、社名はゾンダなんだけど、その後ろにゾゾってつけてもらって、正真正銘世界に一台ですよってことなんでね、ゾンダゾゾという名前です。あとこのねマフラー液造紙と4本出しあと中からほら結構見えてるでしょ、なんかキラキラした。これ開くの？はい、開けます。ちょっと開けようよ。これがまた綺麗なんですよね。もちろん手動です。すごいですよ、ね、これは何なの？これはあのカーボンの箱になっていて、まあ、僕らは宝箱みたいな感じで、はい、蓋とかも軽いですよね。荷物はここしか入んないです。そうですね、量産とかあのここにあるゴルフバッグとか入んない。ゴルフバッグ入んないですこれでゴルフほら見て、これエンジンね、うん、ゾンダ部分とか入ってない、うん、はい、エンジン、これはね、V8 だっけ？あ、違う、V12 です。 V12、 はい、はい、もうちょっと時間もあれなんで次の車行きます。はい、以上パガーニゾンダでした。はい、続いてこちら、ブガッティのベイロンという名前でして、これを買ったのは、これを買ったのは2015年ぐらい、16ぐらいということにしましょう、はい、おいくらですか？はい、これがですね、2.5 億円ぐらい。2.5 億円、はい、でこれも実は世界に1台しかありません、はい、何が1台かっていうと、実はこれ、まあ、外装の一部および内装の一部がエルメス、へえ、ブランドのエルメスね、うん、あのカバンとか、はい、ね、皆さんもエルメスご存知だと思いますけど、そのエルメスがプロデュースしている。例えばこのホイール、ホイールキャップっていう言いますけど、ここに H っていうね、エルメスの H が入っていたり、でこの点点点点ってこうあるでしょ、これはあのエルメスのカバンとかでよく使われる刺繍、うん、刺繍をモチーフにね、だからこう刺繍っぽいじゃん、ステッチだ、こういうところこだわってたりとか、あと内装も、あ、そう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 、はい、あ、そう、見て前、前のここもよく見ると全部 H が入ってるわけで、普通のこれブガッティベイロンは入ってないのよ、ここよく見ると違うんだけど、エルメス仕様だから全部こう入ってる。これなんとね、屋根が開くんですよ、屋根が開くんですが、これも手動です。ちょっと屋根をじゃあ、はい、僕らもまだ開けたことないんで、開けたことがない、はい、そのボタンを押して、で先にね、え、マジでお前らやったことないの？あ、お、消せる。あ、そういうこと？え、落とさない。そういうこと？だから後ろにこれ置いちゃった。これ置いたらまずいんじゃない？置いたらまずいっすよね。誰かに預けてどっかなんか。いや、持ってって。ちょっと持ちながら。ちょっと持ってる、はい、ね、こういう感じで、これ全部このレザーとかエルメスなんですよね。このドアハンドル。これ。ちょっと乗ってみようか。カチチ。このドアハンドルも。本当だ、エルメスだ。すごいよね。こういうところも。あ、ミントスが出てきた。いつの？いつの？こういうところも全部革張ってやって。うん、でこちらエンジン16気筒、8気筒を2機積んで、うん、16気筒で1000馬力ぐらい。1001ですね。1001馬力。こだわりの1001馬力です。で。なんと時速が400キロ、はい、あの出るそうで、出したことないです。だから400キロ出すのに何キロの直線が必要なんですか？このベイロンに関しては4キロ以上が必要。4キロ、はい、そんな直線ないもん、うん、だから出す人はそういう、例えば空港を借り切ってそこでその400キロにチャレンジとかそういうことをしてる人もいるみたいだけど、まだやったことないです。はい、はい、ブガッティの B、 あ、うん、E と B がこれ合わせですね。そうですね、はい、最近なんかタイヤ交換タイヤ交換をしました、どうやってやるの？日本でできる？日本で交換ができなくて、はい、本国フランスに送って、でタイヤが返ってきてというような形でやりました。いくらぐらいかかる？400万。400万。タイヤ交換だけで400万。車返しは値段でしょ。頑張って仕事しましょう。頑張って仕事しましょう。続いて、はい、
ちょっと後ろからなんです。こちらもブガッティの車ですが、同じく、フランスブガッティ社の車ですが、こっちはシロンという名前です。で、両方ね、こう前から顔を見てもらうと、ちょっとだけ顔つき違うでしょ、両方見比べるとね。うん。ただ俺の印象はどちらもなんつうの、仏顔っていうか、うん、優しい、こう優雅な、温かい顔してるなと思います。ちょっとこっちの方がギラッと、ね、してますけど。で、ベーロンに対してシロン。で、シロンの方が最新の車で、新しい方を買います。で、これのこだわりは、これも色だね。うん。相当色をこだわりました。まあ、ホワイトベージュというのが、ね、うん。そうです。正式名称はホワイトコーヒーって書いてました。ホワイトコーヒー、うん、そうミルクティーとかね、うん、そういうなんかミルクっぽい色。どうだ、白じゃないの？白じゃない、はい、白となんかこうナンバーが白だけど、ちょっと違う、うんうん、確かになかなかこの色もね、他の車ではない、うん、はい、ナイスボード。はい、でこのオレンジもね、そんな派手じゃない、落ち着いた、うん、いい色のオレンジで。スピードメーター、あ、そうね、それちょっと俺で一回乗って、うわオレンジだね。ちょっとね、これ取れるかな、ちょっと近づいてみてほしいんだけど、はい、これスピードメーター取れてる、スピードメーターがなんと最大時速500まであるわけで、この車多分最高速が420でリミッターがかかるんですけど、はい、理論上480ぐらいいけんじゃない、まだ行くんだ。そうですね、500キロぐらい行くんですけど、それにタイヤがついてこないらしくて、タイヤが出来上がれば500キロは出せるって言ってました。すごい、理論上480キロ出るから、はい、メーターも500まである500まであるさ、車見たことないでしょ。ね、すごいです。これももうオレンジでこだわる。これ羽、はい、なんていうの正式に、ウィング、ウィングです、ね、リアウィングね、はい、リアウィング、これもね全部自動でこう走ってる時にキュッキュッキュッとこう調整したりとか、うん、で止まりたい時はこれがギュッと立って空気抵抗によって押さえつけてグッと止まるとか、うん、何もしない時はスッとあのエレガントにこうねしまい込まれたりとかね、はい、これもすごい後ろ、うん、ね、だんだん紹介が雑になってこれもあの16気筒で、こっちは1500っていう、そこにちょっとあれアップで書いてあると思うけど、1500馬力、とんでもないね、とんでもない、うん、1500、うん、1500匹分の力があると、はい、はい、うん、これはおいくら、これが 3.5 億円ってことは、ちょっと待って、はい、パガーニゾンド 3.5、はい、これが 2.5 です、 2.5 で、これが 3.5 です、はい、ということは 9.5。 ちなみになんですけど、パガーニ、うん、今8億円でも買いたいという海外のお客さんからも声が出てます。あ、プレミアムがついてるわけです、はいはい、8億、はい、3.5 で買ったけ ど8億で売ることもできるよ。そうです、そうなんです。なんでそんなに俺がいっぱい買えるかっていうと、買っても買っても下がらないんですよ、うん、なぜなら本当にこだわりを持って作られた世界ではあんまりない、うん、その車に頑張ってね、はい、投資をしてっていうか、うん、買ってしまえばもう下がらないですよ、うん、二度と作られることがないから欲しいという人の方が多いわけだから、需要と供給のバランスで値崩れしないから、うんうん、うん、でもけど車売ったことない、そうですね、あとこういうこの手の車はお金があっても自動車メーカーが厳選した審査を通らないと購入できないので、車好きな人じゃないと買えないので、そうですね、お金があれば買えるというかというと、そんなことも言ったので、うんうん、どれだけ車好きかとか、他にどんな車乗ってるかとかで、乗ってこれをどういうふうにあの使ってくれるんだとかね、そういうなんか面談みたいなのもあるもんね、そうですね、でいつもね、その車への愛情を伝えて、うん、こういつ買うわけですけど、そんな感じで今日はあの3台の愛車を、スーパーカー中心に紹介しましたけど、はい、車好きの皆さんはこれだけでは満足しないと思うんですね。例えばそれぞれどんなエンジンの音するんだろうとかね、走った感覚はどうなんだろうとか、まあ、そういったこの3台のより詳しい、情報っていうのをこの後
2人並びに僕が3人で運営する MG スーパーカーチャンネルという新しいチャンネルを立ち上げることになりましたので、そちらで1台1台思う存分しっかりとね、はい、紹介していきたいと思います。で特に直樹は現役レーサーなんで、はい、こういうスーパーカーなんていうの乗り心地とかその車の性能をレーシングドライバー目線でご紹介したいと思います。当然じゃないのサーキットに乗っていって、はい、ここでフルで走らせるMG が OK であればやらせていただきます。いや俺はいいよ、はい、ぜひやらせていただきます。彼らもさ、はい、だってもう欲求不満の、そうですね、全然全然なっても相対に、はい、でこの3台に限らずもっともっといろんな車を僕も持ってますので、この後もこの MG スーパーカーチャンネルで1台1台丁寧に紹介していきたいなと思いますので、引き続き、前澤友作の個人のねチャンネルと MG スーパーカーチャンネル、新しくぜひチャンネル登録いただいてそれぞれ応援くださると嬉しいです。ということで、駆け足にはなりましたけれども、3台の愛車紹介させていただきました。引き続きよろしくお願いします。暑い中皆さんご苦労様でした、はい、ありがとうございました。何そのおじさんおじさんおじさんこの帽子がさ、このおじさんおじさんキャップ、ちなみにこれエルメス合わせて合ってる。